本番1週間前、いよいよ出発の時が来た。まあなるようにしかならないし、怪我、まあ、もう誰も知らない、まあ、コーチに聞くぐらいしか知らないから、まあやれる範囲でやるしかないし、金メダルを宿命づけられた男は静かにアテネへ旅立った。アテネオリンピック大会初日、年齢、過去の栄光、そして怪我、全てを受け入れ野村は会場に立った。積み上げてきた29年の柔道人生、それがこの一日、この一瞬に凝縮される。父元次さんも応援に駆けつけた。父は大会前、野村に一通の手紙をしたためた。親として名乗って、これは一柔道家としてとにかく勝負にこだわった気持ちで意欲を尽くしてやると、こういうな思いで手紙を書くようにしました。勝負に対しどれほど強い執念を持つか、それは自分との心の戦いである。執念、平常心、無心、館長野村元次。もう親父に戻った時はもう3回もいいんじゃないか、それこそ楽しい思いで旅行するような気持ちでやってこい、そんなに苦しまんでいい、お前が苦しむことは親も苦しんだと、そこまでね苦しまれんでいいんじゃないか。いよいよ日本史上前人未到への大記録、オリンピック3連覇、野村忠宏の挑戦が始まります。96年アトランタオリンピック、2000年シドニーオリンピック60キログラム級のゴールドメダリスト。さあ3連覇に向かって野村忠宏、野村に対する背負いでいった一本、最初の試合野村忠宏一本勝ち。今のように持てば、さすが持ってくる一本、場外際ギリギリいっぱいのところ、背負い投げ野村忠宏。野村のライバルと見られた韓国のチェは減量がきつく早々と敗れた。60キロ級で勝ち続けることは難しい。
見てですね、はい、もう早くも取った、あっと返していきました、すかした、すかしてすかしての一本、内股に来たところ、すっとそれをすかしての、あっという間の一本勝ち、どうですか、どの辺に気をつけたらいいですか、足を取った、一本うまいですね、足を取っての一本勝ち、今度は23秒、そして決勝戦、オリンピック3連覇まであと一つ、投げて勝ちた井上、20秒、投げてほしいですね、内股に来ますが、これもしかし、しかし時間は徐々になくなっていく、ね、金メダルまで、はい、あと10秒切った、勝ちに来ました、さあ来い、あと5秒、あもう仕方ないですね、3秒、いや野村忠宏優勝、野村忠宏金メダル、野村忠宏のアテネオリンピックは終わった。いつもの風景の中に何気負うことなく野村がいた。あるがままに。野村忠宏、我が柔道人生に悔いなし。